二人お疲れ様でした。対局ありがとうございました。では対局を終えた二人に、短くお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。まずは、勝たれた藤本五段にお伺いします。本局振り返ってどんな印象をお持ちでしょうか。序盤は、まずまず、ね、展開かなと思ってはいたんですけど、まずからその先を、よく分かっていなかったんで、玉薄い分ちょっとこう少し圧力を押されるようになるというか、そういう展開で、そうですね、中盤から終盤の最初の方にかけて、特に息苦しい状況になったんです、そこは。ありがとうございます。本局、お二人とも井上啓太九段のお弟子さんということで、その意味では同門対決で生まれました。この点はどうでしょうか。そうですね、啓太さんはその僕が本当にだいぶ小さい頃とかにも教えていただいたので、そうですね、これからさせてほしいと思いました。ありがとうございます。あと何というんでしょうか、本局は藤本さんは、前年度の新人賞を受賞された棋士ということで、注目されていましたし、啓太さんも朝日山将棋名人戦の全国大会で優勝されて、それぞれプロとアマの、言ってみたら対象格同士の取り組みということで、とても注目されたカードでありました。この点はいかがでしょうか。全然自分が対象格と思ってなかったですけど、とりあえずこういい内容の将棋出させればなと思ってはいて、ちょっと本局、悪くなる場面も多くあったので、ちょっと反省かなと思いました。どうもありがとうございます。続いて、啓太マンにも伺います。よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。本局振り返ってどんな印象をお持ちでしょうか。そうですね、ちょっと序盤で失敗してしまって、こちらは悪くなる順が多分あるだろうなと思いながら進めていたんですけど、具体的に何をされたら悪いかっていうのも僕もあんまり分かってなかったんですけど、ちょっと他力みたいな将棋に早々してしまって、ちょっとそこはせっかくの対戦だったのにちょっと不甲斐ないところがあったなと思っています。ありがとうございます。本局で印象に残った手とか局面があれば教えていただけますでしょうか。ちょっと今感想戦で触れたんですけど、この2に打ってるのは僕はあんまり今すぐ受けなくていいんであんまり考えなかったんですけど、確かに打った局面を冷静に眺めると結構手厚いなということに気づきまして、そこがちょっと対局感もなかったですし、そうですね、その辺がやっぱり理解度が全然足りてなかったなっていうのはちょっと思いましたね。この局面、ちょっとこの歩のあたりが、そうですね、弱いところが出たなという感じで印象に残っています。本譜の指し手で言いますと、どの手に変えて2二歩の方が良かったというようなことになるんですか。これ一番いいですね。結構打てるタイミングはもうずっと打てば良かったと、そうですね、もうここをずっと放置してっていうのがちょっと頭が悪すぎるというか、そうですね、打てるタイミングは常に打った方が良かったと思います。2二歩と打っておきたかったという、対局中は正直あまり2二歩って考えてなかったので、全く悔いはないんですけど、確かに、でもこの局面見てなんで分かんないんだろうなっていう、ちょっと情けないところですね。ありがとうございます。あと藤本さんにもお伺いしましたけれども、同じ
井上慶太九段に、はい、指導を受けた、棋士と、いうことで、まあ、兄弟弟子の対決という点でも注目されたんですが、慶太さんこの点はいかがでしたでしょうか。あ、そうですね、うん、まあ、昔から対局する機会もそれなりにありましたし、まあ、今もそうですね、まあ、研究会とかでお世話になっていったりするんで、うん、もうここ1年の成長がなんか本当信じられないような成長を目の当たりにしてきたんで、感慨深いものがありましたね。もう関西は期待の若手ということで、非常に注目されている藤本渚五段なんですけども、実際に盤を挟まれて重なるかもしれませんが、どんな印象でしたですか。そうですね、やっぱり急所を捉える力がやっぱりそうですね、はい、うん、やっぱり全然違い、そうですね、うん、まあ、特になんか突出した力を持っているのは特に中盤力をなんかすごい対局していても実感することが多いんですけれど、そうですね、なんかこちらが悪くなってからこの対局もそうなんですけど、あっという間に持っていかれる感じだったので、そういうところは結構分かりやすい長所な気がします。ありがとうございます。今回は朝日アマチュア将棋名人戦の関西ブロックで勝ち抜かれて、そして全国大会で優勝もされて、そしてプロアマ戦の権利を勝ち取られての朝日杯登場でした。この歩みを振り返っていかがですか。結果としてはそうですね、優勝できたっていう結果ではあったんですけど、あんまり内容的にはそんなに強い勝負を指してきてなかったので、まあ、たまたまだったのかなと思っています。もう横山朝日山名人との3番勝負の前には、大阪本社の記者にも加古川氏の方から、ぜひ啓太さんに頑張ってほしいというふうな声援のコメントが寄せられたりしておりました。おそらくそういうのを啓太さん自身も感じられながら対局の望まれたんじゃないかと思いますが、そういう地元の応援という点ではいかがですか。そうですね、その前の全国大会の時も、お祝いしてもらうこともありましたし、すごい嬉しいと、本当にありがたい、本当に恵まれているなと実感していました。そう、やっぱり結果、そうですね、なんとか答えたかったのですが、実力的に足りないところがあったので、その点は仕方ないかなとは思っていました。お二人とも過去がゆかりのある棋士ということで、過去の方もとても楽しみにされ、注目された対局だったと思います。対局ありがとうございました。